大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家いつです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、えー、決算今日はあります。AMD、アルファベット、マイクロソフトという、ねえー、ことで、まあ、この決算次第で、ね、株価爆上げしていくんじゃないかと、えー、言われておりますので、さあ楽しみですと。現物のアメリカの株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議スタートです。 42年ぶりの大逆イールド、こちらの方が発生しておりますので、この逆イールド自体が、ね、収束しますと、リセッション入りするというのが過去の100%起こってきた現実ということになります。今回本当にリセッション入りするかどうかっていうのはわかりません。ただし、過去100%リセッションが来てるんだったら、 え、来た時に困らないように対策をしていこうということでね、メンバーシップの方を始めまして、そこでしっかりと対策の方はしております。気になられた方はメンバーシップご登録お待ちしております。さあ、今日ね、株価が上昇した一つの原因ということで、アメリカの財務省が連邦政府の借入れ必要額見直しと下方修正しました。これはマーケットにとってはサプライズ、予想外ということで、まあ、本日の 日本時間でいうところの朝の5時ですね。えー、ここで急激に伸びていってます。債、え、券、ー、利回りが低下して株価が上昇したと。速、え、度、ー、のチャートの方を見ましても5時からしっかりと上昇。まあ、それまではどちらかというと持ち直していたというようなね、えー、ことだったんですけれども、まあ、朝の5時あたりからまあ急激に伸びていったということで。 まあ、再建利回りが低下すれば株価が上がるということになっていきますので、これ、いい関係ですよね。ただ、冷やしの方で見ますと、出来高の方も細っておりますし、まだね、上抜けしているという感じではありません。もうこれはもう決算待ち、そして FOMC 待ちということになっていきますので、特に今回ね、FOMC の方で QT の部分ですよね、こちらの方がどうなっていくのかと、その発表が。 あれば、いい方向性で発表があれば、またね、え10年債とかのえ債券の利回りが下がれば、まあ、株価も上昇しやすいとえいうことになっておりますので、まあ、このあたりの、ね、え話と、あとは決算次第でえ爆上げしていくと。 今ねえ、もうバック上げしていくということになりますんで、まあ、ソクルえ、こちらの方のエントリーポイントは消滅したままと、私は順張りしませんのでね。さあ、テスラ暴落来たのかというね、えことですけれど、まあ、テスラの方もね、5分足の方のチャートで見ますと、まあ、5時以降、しっかり伸びていってるということがありますので、まあ、この債券利回りの低下っていうのはね、えテスラ1.5倍ブルの方にもしっかりと恩恵を与えてくれてると。えただ、冷やしの方のチャート で見ますと1日ポンとあっただけということになってますんでまあ、これでバンドウォークが本当に終了したのかどうかっていうのはわかりませんで特にテスラの場合はもうすでにね、えー、決算の方が終わっておりますので他のね、えー、決算待ちの、えー、ねソクルとか、えー、レバナンス QLD と違いましてね。もう決算は終わってますんで、まあ、あとはこちらの方は FOMC 待ちなのかなということで、ただ、え出来高の方も多少回復しているということで、まあ、そこ打ち感はあるのかなと思いますけどね。まあ、FOMC 後、しっかりと上昇していくのかどうかというところをね、まあ、見ていきたいと。えそうしまして、エントリーポイントの方が9.49と、えー、終わり値の方が9.52で終わってますんで、まあ、欲しい人はこの辺りでね、 狙っていくというのもね、一、まあ、つの手かなと。第2ポイントの7.91まではいかなかったということですね。そうしまして、1月29日月曜日、テスラ1.5倍ブルの最安値は8.98ということになりましたんで、まあ、このあたりで拾えていればね、エントリーポイント9.49よりかなり下ということになるので、まあいいのかなと。まあ、私の方はまだね、手直しの方がしないと。バンドオークがしっかりと終わったのを確認してからね、インするんだったらインしたいなと思ってます。 今保有しておりますテスラ1.5倍ブル、楽天証券特定口座228株はマイナス47.69とマイナス50%から少し回復。東後3口座67株は41.96%マイナス。マネックス証券166株はマイナス35.53%とね、まあ、まだまだ多いマイナスですけれど、 まあ、この後株価がね、えー、急上昇していけば、テスラ1.5倍ブルもえー遅れて上昇していくということがありますのでね、まあ、1.5倍型ですけれど、レバレッジがかかってる。そしてテスラっていうのは、ボラ率の高い銘柄ということになっておりますので、まあ、この後のね、反撃に行きたいと。えー、ラブエントリーポイント71.09ということで、さあ、下がっていくのかどうかということでね、見ていきたいんですけれど、 こちらの方も、まあ、同じような、ね、展開で上昇していったと。ただ、ラブの方は、このレンジの中をね、まだ彷徨ってるだけというような感じなんで、まあ、しっかりと決算、そして FOMC を消化すればね、また上昇するのかなと思うんですけれど、このラブっていう商品は一旦ね、レンジに入ると長くレンジに入るという特性がありますので、さあ今回ね、しっかりとレンジを上抜けしてくることができるのかどうかと。 tmf, エントリーポイントの方、54.25、こちらからは回復しておりますということで、終わり値が56.1ということになってます。さあ、このままね、しっかりと上昇していくのかというと、まあ、なかなかね、一癖、二癖あるということで、まずは fomc で qt がどうなっていくかですよね。qt が今のペースのまま進めていくのか、それとももう少しね、緩和していくのかというところ、まあ、これが今回、 今回の債券に対しては、1つポイントかなと、そして2月の7日ですね、こちらの方で、10年債の入札の方が、ね、またありますんで、まあ、その入札、しっかりとこなせるかどうか、まあ、この2つのイベントですよね、FOMC と2月7日の入札、こちらの方をこなして、それでも金利が低下していくようでしたら、 tmf は上昇していくということになりますんでね。まあその時は60ドル切ってたら買いなのかなというふうにね、考えてます。さあ dpsd はエントリーポイント消滅したままと、まあ高いところでレンジに入ってると、あとはこのまま上抜けしていけるのかどうか余っていくということでね、まだ剣ですね。 QLD の方は、まだレンジに入ってるということで、高値を更新できてないんですよね。ですので、QLD はまだね、本格的な上昇ではないと。ただ、まあ、決算、マイクロソフト出てくるんですよ。マイクロソフトがね、めちゃめちゃいい決算予想になってるんで、それをマーケットがどの程度折り込んでくるかですよね。その決算予想を 上抜け、しないと、株価が大して上がらないのか、それとも同じ数値が出てくれば、株価がね、上昇していくのかということでね、まあ、期待値が高すぎて、 いい決算出してもあまり株価が上がらないなんてことはね、よくあることなんで、まあそのあたり、どうなっていくのかをね、えー、確かめていきたいところと。アイフリーレバレッジ、ナスダック1月29日の基準価格は34,876円と、えー、最近のね、えー、高値の中では、まあ高値圏内にいてると。えー、そして2022年3月29日につけました、えー、逆イールド発生日、34,208円。こちらの方は抜けてきておりますので、まあ逆イールド からのプロセス 一旦逆イールドが発生した日より株価が高くなってから下がるというふうにね、えー、分析の方が出ております。レバナスの方も逆イールド発生日よりも高くなってきてると。どこまで伸びてから下落があるのか楽しみです。まあ、けどそんなこと言ってたらね、株価どっかではね、押し目つけますから、まあ、当たり前のことなのかなというような気もしますけれど。えー、そして、10年祭ですね。えー、こちらの方は、しっかりと下がったと。まあ、サプライズがあったと。 とということですねさあ逆イールドの方がどうなってるのかということで2年歳10年歳長短金利差逆転。 0.242ということで、依然ね、0.2%台を推移しているということになっております。まあ、じわじわと解消されていくんでしょうけれど、このペースでもみもみしているような状態ですと、まだ当分ね、逆イールド、こちらの方の解消っていうのは時間がかかるのかなと。一応、逆イールドが解消されるまでは株価が上がると言われておりますので、さあ、どこまで株が、ね、上がってくれるのか楽しみと。そして、 強いファングプラスということなんですけれど、3営業日前ぐらいにつけたね、ヒゲの高値をまだね、更新できていないということになっております。まあ、こちらはね、ガファムの決算、その後、どれだけ伸びていくのかっていうのがね、楽しみで仕方ないですね。 そのファングプラス、1月29日の基準価格は46,400円。最高値は46,551円ということなんで、まあ最高値圏内にいていると。まあ更新していくのもね、時間の問題じゃないのかなというふうに思います。1月はラを打っ ただ,だけですので1月の実現損益はプラス243ドル4セントとちょっとね当面売れる商品がないのかなというふうに思いますので実現損益プラスっていうのはお預けになるかなとただね今年は期待していただきたいんですけれどメンバーシップの方で今仕込みの方をやってますんでそれが一気に炸裂すれば まあこんな1ヶ月1000ドルなんていうのはね、あの、まとめて、のしをつけて、返してやるぜという状態になっておりますので、まあそちらの方ね、お楽しみにお待ちくださいと。今日時間外取引で AMD アルファベット、マイクロソフト、こちらの方の決算が出てくるということになりますので、時間外取引、要注意ということですね。42年ぶりの大逆フィールド。さあ、下落が来るのかと。下落が来るか来ないかわかりません。けれど、来たら困るので対策してます。メンバーシップでと。絶対に負けない取引。株価が下がれば、含み益下がるのは当たり前。株式は下落と上昇を繰り返していきます。そして、下落して上昇したときには、下落した、 高値を超えていく。また下落します。上昇します。下落した高値を超えていく。常に前回の高値、前回の高値を更新していくというのがね、まあアメリカの指数ということになっておりますので、必ず高値を更新していくんだったら、損切りする必要はありませんよねと。株価戻るまで余裕ぶっこいて感染。 そして株で勝つためには入金力。これを高めていくしかないということでね。まあ相変わらず、利確ソルジャーとかでね、えー、バカにしたコメントがついておりますけれど、まあ見てろよと。えー、今年しっかりと仕込んでる部分、ね、爆弾がガツンと、えー、炸裂した暁には爆液というのをね、まあ、えー、見ていただいて、まあ、その時に、まあレムナスファングプラスがどうなっているのかというところをね、えー、期待に胸を膨らませていただきたいなと思います。今日もね、 23時からライブ放送の方をしますので、ライブ放送のご参考もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。またライブ放送でお会いしましょうお待ちしております。